こんにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話も入れながら大相撲の世界をお伝えするまっチャンネルです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの陽武蔵です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリお答えしています。さて早速ですが本日の質問です、床山さんについての、ね、質問がいくつか聞けるんですけども、はい、床山さんというのは力士のちょんまげを言う人で、うん、各部屋に所属しているというふうに伺いましたけども、はい、まずでは最初の質問です、こちらは広島県の60代の男性からの質問なんですけども、力士名鑑を見ていると床山さんのいない部屋がありますがどうやっているのでしょうか。こういう質問です。はい、人数がね、はい、少ない部屋は徳山さんがいないことはあるんですけど、普段はねそういう部屋はおそらく力士同士でねちょんまげをね言い合ってるんじゃないでしょうか。あ、そうなんですね。実際ね、はい、私たちもね、はい、独立して、武蔵川部屋として独立した時にはね、はい、徳山さんはいませんでした。そうなんですか。はい、じゃあどういうふうにしてたんですか。まずねもう部屋で稽古終わった時なんかは、うん、力士同士で、お互いにし合ったり、はい、本場所がある時とか、はい、なんかパーティーがある時なんかは、はい、私たちの出身の部屋であります、はい、出羽海部屋にね、はい、徳山さんのところにね、朝稽古終わって言いに行ってたこともありました。あ、そうなんですか。はい、だから僕もね、一時にはこうやってたんでね、互いにね、結構わりかしうまかったです。そうなんですね、はい、そうですか。本場所の時とかはどうなんですか、うん、まあ、相撲取ってから頭乱れるとかもありますよね。試作部屋で東西あるんで、はい、場所中は毎日、はい、当然一人ずつね、はい、徳山さんが担当でね、いてくれるんで、これはもう部屋関係なしに、その担当の徳山さんが、もう相撲、激しい相撲を取って、はい、髪がバラバラってなった時なんかは、言い直してくれます。はい、うちの部屋しかしないとかそんなわけじゃないって、ね、いやいやもうそれはもう全くないです。徳山さんは。はい、そうですか、わかりました。じゃあ次の質問なんですけどね、はい、こちらの方は富山県からいただきました、50代の女性からの質問なんですが、うん、徳山さんは普段は何をしているのですか。あ、はいはい、こういう質問です。床山さんもね、はい、若い子もたくさんいますけども、はい、その子たちはもうどうせ力士と一緒です。あ、力士と一緒に住んでいる、住んでいます。稽古場とかにはね、はい、やっぱり朝親方に挨拶して、はい、まあ、その 横にね座ってみんなが相撲を取る番数をね、うん、チェックしていったり、はい、こう稽古でこう申し合いって言うんですけども、はい、その時の誰々小の字を打ちながら、はい、何番取ったかっていうね番数をね、はい、数えていったり、はい、時にはね、はい、事務の雑用なんかもね、お手伝いしてやっております。あ、そうですか、はい、稽古が終わったらこう皆さんのちょんまげをどんどん言っていくっていう感じですか。そうですね、まあこれはもう本当手際よく順番にね、うん、誰が先これが先じゃなくて、うん、手が空いてるもんから順番にね、はい、徳山さんが読んだり、はい、自分が行ってやっ、はい、力士の方が早く、ね、まあ若い力士も早いですし、順番はもう本当に関係なく、あ、そうですね、もうちゃんこ番のものは後からしたり先にしたりで、うん、敵はよく、はい、徳山さんが段取り決めてやっています。そうですか、はい、分かりました。はい、それからねもう一つ徳山さんに関する質問なんですが、はい、こちらは岩手県の、30代の男性の方からなんですが、徳山さんの名前というのは全員床何々という名前なんでしょうか、はい、そして誰がつけるのでしょうか。全員が床何々という名前はあるんですけども、はい、行司さんみたいにね、はい、木村とか式守とかね、その上の名前というのはないです。はい、あ、名前は力士と同じで親方がつけることもあるんですけども、はい、まあ自分でねつけることもあります。そうなんですか、はい、そんなにね凝った名前というのはねあんまり徳山さんつけません。はい、はい、私が辞める頃ね、うん、武蔵川部屋に床山さんが2人いたんです。はい、はい、まあ、一人はね、元小結の若乃山のね、弟で、床健という床山さんがいました。はい、彼はね、健、はい、っていうね、名前だったんで、本名が健さん。そうです。はい。はい、そのまま床健っていうね、頭に床をつけて、床健でやってました。はい、今でもやってます。あ、はい。もう一人はね、はい、武蔵川部屋の、むっていう字をね、一番上のむっていう字を取ってね、はいはい、床竹。
竹と言いまして、床竹と名乗ってね、やっておりました。あ、そうですか。本名や部屋の名前にね、ちなんでつけることは多いですね。あ、なるほどね。はい、ということでね、今日はあの床山さんについての質問を3ついただきましたので、お話しいただきました。いかがでしたでしょうか。まチャンネルではこのように皆さんからの質問をお待ちしておりますのでね、またどしどしとお寄せください。では本日もありがとうございました。ありがとうございました。また明日。さよなら。